はいどうも、グワチャンネルのグワちゃんです。カレーに虜な生活といたしまして、皆様に毎日カレー動画をお届けしている、そんなチャンネルでございます。よさあ、本日プティフアラカンパーニさんに行ってきたんですけども、こちらのお店はもう半蔵門駅の近くにあります欧風カレーがめちゃくちゃ人気で大人気のお店でございます。ここの欧風カレー食べて、こんなに外のカレーと美味しいんだって知った人がたくさんいらっしゃるという、そんなお店でございます。さあ早速本日も見ていただきましょう。本日のカレードン。こちらがプティフアラカンパーニュさんのメニュー表。魚介の具材にそそられながらも、本日は王道のビーフをチョイスいたしました。さあ本日はまず王道欧風カレーといえばこちら、じゃがいも。バターをたっぷり塗って、その味を楽しみます。そしてお待ちかね、ルーの方をお先に一口食べると、中でスパイス感がもう弾けて、もちろん本日もスパイス感とコクと旨味のギュッと詰まったルーを、もちろん今度はご飯に思い切ってかけていく。こちらが本当に欧風カレーの王道の楽しみ方。ご飯をルーにかけたのは、卓上にあった欧風カレーといえばの赤い福神漬け、そして緑のお漬物を一緒に添えていく。そうすればビジュアル完成。大きくゴロッと入ったビーフ、そしてライスと一緒に食べていくと、もう幸せの一言。ルーの辛さは星4つ。辛口にすると辛いもの好きのあなたでももちろん納得の辛さ。食べると先にスパイスの香りが際立ち、その後にキリッとくる辛さがもう最高。後半になると、取っておいたじゃがいもを早めに投入。投入することにより、どこか懐かしい日本式カレーを思わせる、そんなカレーに早変わりで、もう口当たり最高。スパイス感、コク、大きくゴロッと入った牛肉の旨味がギュッと詰まったルー、全てがこれぞ王道の欧風カレーといった最高の一皿で、人気のお店も納得の一皿。本日もごちそうさまでした。スパイス抜群で食べ応え十分。欧風カレーって、こう外で食べるとこんなにスパイス効いてるんだとか、外で食べる美味しい、そんな欧風カレーのお店っていう感じで、やっぱスパイス感も抜群ですし、またビーフがゴロッと入ってる、その牛の旨味が濃縮されたルー、またそれを一緒に食べる、最高の一皿でした。もちろんビーフ以外のいろんなメニューもありますし、それいろいろ試してみるのもいいと思います。辛口の方で今回頼んだんですけども、辛口にするとね、やっぱりキリッと辛さが際立つんで、辛いの好きな人は辛口にして頼むのがおすすめだと思います。じゃがいもがね、出てくるパターンの欧風カレーで、ボンディさんとか、いろんなお店と一緒なんですけども、今回はもう結構早めにじゃがいも投入して、ちょっと日本式カレーみたいなのも体現しながら食べる、そんなんでも楽しいんで、いろんな皆さんの食べ方ね、じゃがいもの方は先に食べ過ぎない方がお腹いっぱいになっちゃうんで、おすすめかと思います。はい、というわけでカレーひとりこの生活でした。インスタ、ツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にも戻してほしい、コメントください。あんなとこ行ってほしい、ここ女やってほしいとか、お待ちしております。ほな、皆さんまた明日。バイバイ。